皆さんこんにちは、2センチです。本日はね、久々の脱出ゲームをやっていこうと思います。木漏れ日のある方へですね、私の大好きな大好きなヨグリンさんが制作された脱出ゲームですね。じゃあ初めからやっていきましょう。雨降ってるね。あ、この傘をかぶせてあげると晴れるんじゃない。あー、来た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 。で、道ができていくんだね。で、みんな大好きツルハシ。もうこのね、ヨグリンさんの脱出ゲームといえばね、もう勝手になんですけど、ツルハシとね、プラスドライバーが大体出てくるんですよ。じゃあ進みましょうか。あ、犬いる。何見てんだ？なんかあんのかな？なんか、イモムシとかいる？あ、チュンチュンいる。あ、進んじゃったー。うっかり、ちょっと一回前に戻って。あー、なんだろう。スズメなんかさ、くわえてない？イモムシみたいなの。ちょっと待って、あ、こっち行け。あー、なるほどね。あれ、あー、そっか、ツルハシってなんか岩とかを壊すやつだもんね。右行けそうだよね、明らか。じゃあまっすぐ行ってみるか。まだちょっとよくわかんないな。あ、なんかある。なんかクルルのマークがありますね。あと、なんかマスクをつけたなんか狐の面って矢印になってるね。なんか右からスタートして、なんか左に行くみたいな矢印になってるような気がします。あ、あ、待って、これじゃん、今のクルルのマーク。これだ。みんなカタツムリちょっといいか、頭閉じてもらって。あ、今回ね、メモ帳なしで参戦しているので、間違ったらすいません。ちょっと待って、ゆっくり行くわ。あれ上ね。こう、下の上ね。こう、下。よし、これでいいのかなって思ったら違いました。こうか。オッケー。あ、双眼鏡ゲットです。さっきのスズメじゃない？やっぱり、イモムシじゃないのか、これ。あー、上下、右下。あー、なるほどね。あー、で終わり。うん、まだわかんないか。ちょっと右行きます。うん、迷ったら右行きましょう。あ、なんかある。なんかワンコっぽいな、犬っぽい。これなんか犬がヒントになってる感じがしますが、あー、これはね、なんかね、ヨグリンさんさ、こういうなんか右左どっちを行くかみたいなやつで、過去にね、この木の枝がなんか矢印になってたりとかあったんですよ。だから絶対どっかにヒントはある。まずこの木を見て、んー、ちょっと適当に歩いてみる。まあでも木の変化はないか。まあ、木が矢印になってるような感じではない。次、雨、道路を見ます。まあ別に変わんないか。あ、あ、待って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 、来た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 。この雨の濡れてるのがこう、右矢印になってる。わかる？みんな。右矢印が出てきてる。雨のマークに。雨のこの雫落ちた瞬間。で、右行って、次が、また右かな？右っぽいね。右行って、次左だね。右。よく見ればね、矢印になってる。ほら、こういうところなんだよね。で、右行って、来た！あー、はしごゲットしたよ。え？マスクしてる、また。マスク取れませんかね？ここは通らせてもらえないんですか？マスク。くって言えばさっきの矢印のやつだよね。まあここまだ通れないっぽいから左行ってみる。とりあえずね。あ、ちょっと待って、ここはしごじゃない？来ましたー。あ、マスクが取れた。なんかにっこりから始まって、右側のにっこりから始まって、むってしてて、真顔をむってして、にこむ、真顔むにこ。ちょっと待って、これ、あ、取れてる取れてる取れてんじゃん。あー、ちょっと待って、覚えた覚えた。ニコ、ム、マガオ。これ、オッケーオッケー。ニコ、ム、間違ったわ。ニコ、ム、マガオ、ム、ニコ。さあ、どうだ？よし！キツネの嫁入りで、ですね。うん。聞いたことあるわ。ああ、なんか傘だけ。あ、カマがゲット。さあ、わかった。さあ、福原愛ちゃん出てきちゃった。尻尾と頭が動かせる。なるほど。なるほど。これか。この狐さ、この4箇所動かせるじゃん。ここ。これはこれとリンクしてるような気がします。頭、尻尾、尻尾、頭、尻尾、尻尾、頭、尻尾、頭。
オッケー。頭、しっぽ、しっぽ、頭、しっぽ、頭。よし、順調ですよ。あ、え、何？あ、プラスドライバー。なんだこれ、なんか黄色、レモンみたいの入ってる。え、ここ何もできないの？あ、なんか壊すのかな？なんかはめれるのか？てか双眼鏡まだあるんだ。ちょっと一回戻って、あ、待って、ここ行く前にここをちょっと鎌で。よし、じゃあ右ちょっと行ってみていい？先に。うん、あ、スコップ見っけ。絶対なんか掘れる場所がある。あー、待って、どっちだ？あれ、さっきの光が、ん、木漏れ日がなくなってる。今左にさ、刺してるじゃん、日が。で、左行くとね、ほら、木漏れ日がさ、なんか右向きになってんだよね。だから、これ、木漏れ日のある方へだね。タイトル回収。あ、ほらほらほら、合ってる合ってる合ってる。木漏れ日がある方に進んでいくと、見えるんですね。え、なんか、タヌキじゃないこれ。葉っぱ乗ってんだけど。タヌキでしょこれ。多分だけど。あ、嘘、本当に。え、何、今どこタップした？本当にタヌキでした。え、なんだこれ。なんかはめるのか？またなんかパネルとかもさ、結構あんだよね。え、何これ、帽子？なるほど、テントウムシのパネルがはめられる。鍵ないわ。ちょっと待って待って待って、鍵ない。あー、ツバメ？ツバメだと。上のスズメになんか餌をあげるとか。あ、すごい、なんか見えそう。きたー！あ、なるほどね。このさ、鳥居の上にいるスズメあるじゃん。この私が今タップしてるスズメ。このスズメとこのスズメがリンクしてるんですよ。で、このスズメいるじゃん、上の。が、いや、間違ってるかもしれないんだけど、右から2番目にのとこにいるんだよね、スズメがね。こう、一直線になってる感じ。だから、一番右が右を向いた、このツバメになってて、だから左に2匹、左を向いてるツバメと右を向いてスズメいるじゃん、左半分の。左2匹？そこは除外して考えるといいんだと思う。だから、こうかな？よし！来たー！テントムシ。揃った。こうだな。これ多分ここでしょう。いいね！順調！さ、なんでる。なにこれ？え、なにこれ？鬼？鬼とかいた？あ、でもまだ行ってない場所あんだ、そういえば。そっか、鬼がどっかにいるかも。あ、これ絶対ツルハシだ。あ、なんか、なんだ？板バサミ。え、矢印ある。あ、すごい、スコップだ。よし。あー、これはスズメのあの、あれだね。ツルハシ。あ、壊せる。え、なんだ？え、何？なんかはめ込むのかな？別にないスコップ。違う？ちょっと進んでみて、一回。なんかあるかな？あー、びっくりした。おー。あ、タヌキじゃない？タヌキ。このさ、かけらがさ、バツついてんだよね。あの、お兄さんの左足に。左足が急所なのかな？このパネルをはめ込む場所がちょっとごめんなさい。まだわかんないし、プラスドライバーってどっかに使えたっけ？ちょっと待って、何が解ける？何解ける？何やれる？あと。ちょっと待って、本当にわかんないな。あー、これ芋虫。そうだそうだ、スズメの芋虫。これ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 、できる。これだね、絶対。うえし、うしみ、うしみし、うしみしみう、うしみしみう、うしみしうむ、うみ、うん？うしみしみう。よし。ありがとう、みゆちゃん。世界中のみゆちゃん、ありがとう。そして鬼のパネルですね。鬼のパネルはどこにはめるんですか、一体。ワンちゃんがね、あ、これここ、よし、来たー、長靴か。あ、ワンちゃんどこ行くの？いや、待って、パネルをどこに使うのか。あー、ワンワン、もう、あー、わかったわかったわかった。あー、わかりました。これ、あの、肉球のボタンの、あれだね。ちょっと覚えます。みーひーひー。み、みひひみひ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 み、みひひみみひ。左からか？ひ、みひ。ちょっと待って待って待って。ごめんなさい。みひひみひみ。あ、来たー！
んこの犬、骨ゲットした。骨渡すんじゃない。よし、来た。長靴。青い鍵、ここにあるんだ。オッケー。鍵開けます。懐中電灯。懐中電灯。こっち暗いから、あ、ここか、もしかして。来たー。あー、だから鬼のパネルね。どこにはめるんですか。これさ、何も無理だよね。多分ここはその、パネルをこう、はめないと何とも言えないんじゃないか。どうしようかな。あ、ここか？待って。あ、ここだ！ここだ、ここだ！あ、黄色いボールをお兄さんの左足に投げ込むといいんだね。あー、なるほど。待って、あと1枚じゃん。待って、何の謎解いてない？あ、スコップで。スコップだ、スコップ。なんか矢印とか出てるったりするんだよ、こういうのって。絶対違う。なんかね、印が、出てるはずなんですよ。やばい、無言になっちゃうな。ちょっと待って。頑張ります。あ、また矢印出てる。あ、矢印出てる。見て、みんな。矢印が。ここスコップだ。来たー。楽しい。あ、待って待って、ここじゃなかった。やばい、ごめんなさい。ごめんなさい、めっちゃ道迷ってる。ここだね。よし、来た。開くんじゃない？よし。ボールゲットしました。そしたら、お兄さんにボールを投げます。左足に向かって。オッケー。これで、タヌキに戻るんじゃない？あ、なんか鬼のパネルでやってたんだ。うわ、なんかあるな、絶対。テントムシ。私さ、虫でテントムシ一番嫌いなんだよね。なんか虫のくせにあんな鮮やかなのがちょっと気に入らないっていうか、逆にちょっとキモいっていうかさ、申し訳ないね。全国の、テントウムシファンの方、申し訳ないです。あー、わかんない。これはめるか。なんか怪しい。これ、タヌキでしょ、このドア。ドア自体、タヌキじゃん。ということは、このドアなくなれば、本物の謎解きのドアが出てきそうな気がします。待って待って待って。犬さんに、このお肉をあげるんじゃないか。食べる？おー、来た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 。てか、まだスコップと、あれ？この矢なんだっけ？ここか、スコップ。はい、ありがとね。これさ、多分だけど、過去作でさ、このダーツで風船割ったことがあるんですよ。それがね、上にあったんだよね、風船が。ということは、上の方に、なんかね、風船があると思われます、私。双眼鏡とかもないから、来たー。そうだね。天才通ります。すいません。本当にごめん。もう今回もね、楽勝ですわ。で、丸は、ちょっとごめん、四角はわかんないんだけど、丸はね、さっきのお地蔵さんにはめたさ、テントウムシがあれ取れんじゃないのかなって思うんだよね。てか今アイテム一切ないから、多分、四角いさ、パネル、どっかに落ちてるんじゃないって思うんですけど、ちょっと最初戻る。丸はね、テントウムシのやつが取れると思う。多分。あ、これ、ほら！ただ四角いパネルがどこにあるかわかんない。四角のパネルってどこ？ありましたっけ、そんなの。そんなのありました？あ、困ったな、どこにあるんだろう。この傘は関係ないんだね、もう。このパネルでもないし、違うっぽい。どうしよっかな。テントムシ、進みますね。あったー。ありました。はい、行きました。いや、嫌な予感する。あ、やっぱり鍵がないとダメだ。もう絶対タヌキだと思った。もう悪タヌキめ。謎解き要素増えたからいいけど。あ、数字になってんじゃん、よく見たら。1,2,3,4,5 ってなってんじゃん。なるほど、これ、てるてる坊主を動かす順番だね。1,2,3,4,5、オッケーオッケー。1,2,3,4,5。あ、来たー！鍵ゲット！よし、脱出完了！わ、また狐がおる！これ終わった後さ、なんか犬を探そうみたいな、狸を探そうとか、狐探そうとか、そういう脱出ゲームとは違う、
ミニゲームがある可能性がありますね。ああ、Thank you for playing. コタヌキを見つけてあげてね。オッケー、遊びましょう。続きから始めていきます。いやー、楽しい。迷子なんだね。という、こういう時はね、一番最初に戻ります。いた！そっか、化けてるんだね。キツネが、キツネじゃない、タヌキが。かわいい。許せる。絶対ここら辺にいるでしょ。ここはもういないもんね。あれ？いない。ここではない。右行きます。あれ？どこ行った？どこ行った？ちょっと待って待って待って、すぐ行って。あ、いた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 。尻尾が揺れてた。化けてない時もあるってことね。じゃあ右行って。あ、いた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 。ちょっと見えてた足。あっぶね。まっすぐ行ったから、あそこの、ここにいる。いたー次、左の方に逃げたから、一回戻って、こっちかな？いる？ここじゃないのか。あ、いたーあれ、もうゴールかな？もしかして。あれ？ん？普通に開けていいのか？あ、来た！コタンヌキ！後ろにいる！前にいるのが親で、奥にいるのが子。よし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 。かわいい。見つけてよかった。見つけられてよかったわ。楽しかったね、今回も。宝永シリーズって言うんだ。の、ある宝永のシリーズね。他にも2作あります。なるほど。あ、キツネちゃんも来たね。そう、宝永シリーズね。まだやってない脱出ゲームあるので、まだやってないね。シリーズもあるから、そちらの方もね、遊んでいきたいと思います。では、今日はここまでで終わりにしましょう。またね、他の実写動画じゃないよ。実写は撮らないよ。実写じゃなくて、脱出ゲームでお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけると、めちゃくちゃ励みになるのでよろしくお願いします。そのグッバイ。じゃあねー。